Alright guys, your buddy Kintis here. Today we are playing some more Yakuza 0. Let's do this. Continue off where I left off last time. Kiryu is heading to Sotenbori. So let's do this. よっと、おい、なんだよ。よう、桐生君、準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。 お待ちしてました、桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に、空の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今、うちと協力関係にある、とある組織に匿われています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただ、 どちらにしろ大阪は大海連合のお膝元、長い時間匿えるものじゃありません。ですから、空の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ。この役はやはりあなた方にしか 任せられません。桐生さん、あなたは空の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ。ですが、桐生さんには近いうちにお話できると思います。 あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、桐生さん。わかった。それで空の一坪の持ち主はどういうやつなんだ？若い女性です。ただ、 どうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。え？その空の一坪の所有者は牧村誠という人物です。
裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけて、お前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前に
あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にも分かんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんだろ。分かってきたね、真島ちゃん。
何やて？
いらっしゃいませ。ありがとうございます。島？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、こりひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。お望み通り拳で聞いたるで。
雪村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザやすか。
こと面見せんねや。まだいけるやろ。おいお前、とりあえず財布出そうか。やるんかい。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて、聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしね。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい。マジマ言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？あ？ちょうどええとこに、ほら船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか？敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか？人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。
せやけど、デカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。サンズの川底や。サンズの川底？なんやここは。何の目的か。戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが。まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたらシャバに戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ。まず一年後だ。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もんや。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたんはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな。勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せよ。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。へへ、ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。なら、お前がリングに上がるよ。
手続きしてきたる。準備はええか。ちょっと待て。ねえ、ビビって。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。ああ、さあそれでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャーチャップマン。ジンジャーチャーマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロー versus ゴロー、マジマー。さあ、時間無制限、ルールなし。レディーファイト。患者を自然死に見せかけ、ダッチャーヒーリーヒト、マジマゴロー、果たして2連勝なるか。レディーファイト。しかし、謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。 It's showtime。
説が誕生しました。その名は真島五郎だ。Congratulations, Goro Majima! いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいんや。あんたの約束は守ってもらう。分かっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に。あないなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくるとんや。水底なんか見えへん方がええ。ああ、みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん、昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに川見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。会社は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？ちゃう。殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？まだや。ほな、ここで待っとる。
Alright guys, everybody can do here. We're gonna stop the video, it's already over.